こんにちは。おはようございます。コメントよろしくお願いします。今日はね、クリスマスツリーが置いてあります。おはようございます。あ、コトレックスさん、おはようございます。あ、これで合ってるか。今日起きたのが9時だったので、9時だったのでちょっとギリギリちょっと過ぎちゃったんですけど、お願いします。あとね、今日急いでたらね、なんかね化粧がね、キモくなっちゃったんだよね。まあその辺は気にしないでくださいちょっとほんとガチで化粧がケバいのちょっとちゃんとね払ってないからちょっとケバいんですけど、気にしないでください。あ、猫さん、はい。おはようありがとうございますおはようってしかも、あ、私ですさん、おはようございます、ありがとうございます。あ、エルネストさん、まなみおはよう、ありがとうございます。十分かわいいよ、ありがとうございます。あ、七瀬さん、おはようございます。あのツイッターコメントありがとうございます。あ、丸山さん、おはようございます。いや、皆さん、あのいつものねメンバーが来ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。いや、嬉しいな。今日はね、朝なので皆さん早起きしましたか？あの、私はね9時に起きてしまっちゃったので、今日はバタバタしてましたあ、おーちゃんさん、おはようございます、ありがとうございます。あ、星投げもありがとうございますね。ここね、華やかになる。そう、ちゃんとね見えるんだよ、星投げしてる人とかあ、まあそりゃそっか。あ、ランクスさんもありがとうございます。皆さんありがとうございます。あ、デミさん、外出中なので声聞けてないけど、とりあえず星投げてるありがとうございます。とりあえずありがとうございます。あ、さきちゃん、おはよう、ありがとう、やったー。そう、さきちゃんね、毎日ショールームしてるから、時間があるときにね、たまにちょこっと覗いて恥ずかしいからね。そうそう、ママと一緒に見てます。ママのねアカウントでね、さきちゃんのとこ入ったりとかねしてます。そう、声だけ聞いたりねしてます。あ、エルネストさん、新しいアカウントを作り直したからフォローしたよ。変なアカウントの乗っ取られたからね。あ、そうなんですね。おー、でも最近乗っ取りありますよね。なんか一時期すっごい多かった時があって、そう、なんかね、ああいう乗っ取りとかって、なんかその乗っ取られてる人のやつに URL が貼ってあって、その URL を押しちゃうと、その押した人もなんか、なんだっけ、なっちゃうらしくて。いやー、なるほど。だからなんか、エルネストさん、たくさん、何回かフォロー来ていただいてありがとうございます。あ、ランチクスさん、コメントしてみる、ありがとうございます。いや、ランクスさん、ありがとうございます。どうもどうも。おーちゃんさん、さきちゃん、おはようおーちゃんさん、さきちゃんですね。エルネストさん、性的なアカウントにフォローされたがブロックすることをおすすめするよ。あ、私はミュートとか、たまに、変なのとか来たらブロックか、ブロックするとやっぱ変に恨まれちゃうな、わかるじゃないですか、ブロックされたって。で、怖いかも、怖いので、そう、なんか逆恨みとかされたら怖いので、まあずっとブロックしてたんですけど、最近はミュートにしてます。あ、のりかさん、おはようございます、ありがとうございます。いや、毎回来ていただけてるとありがとうございます。猫さん、それクッション、あ、そうです、これ実はねママのなんですけどそう、ほぼ私が使ってます。これは、ママの誕生日にパパと、あ、リボン取れちゃった、ママと私、あ、パパと私でこれ、あのママにプレゼントしたんですけど結局ね、知らないうちにね私のになってるっていう感じです。ちょっとね、リボン取れちゃった、結び直します。このリボンね、すぐ取れちゃうんだよね、お気に入りなんですけど。できた、よし。
なるなるさん、あ、なるなるさん、こんばんありがとうございます。こんばんじゃない、おはようございます。うんうんうん、あるあるねそう、これねすごいお気に入りで、これはどこだかったんだっけな、あ、渋谷のアンクルージュっていうお店で買いました。最初入った時何のお店か全然知らなくて、可愛いと思って入ったら、店員さんがね、今セールですみたいな感じでやってて、はい買いますって言って2着買ったんですけど、アンクルージュね、ワンピースとか持ってます。なるなるさん可愛い、ありがとうございます。なるなるさん、渋谷、そう、渋谷の109ですね。109ね、最近初めて行ったんですよ。最近って言ってもいつ行ったんだろう、最初行ったの。すごいね、面白かった。喉が渇きすぎてやばいそう、109ね、憧れだったので109行くの、なので行けて嬉しかったです。なる、あー、のりかさん、鹿児島にもある、おお、いや鹿児島もあるじゃないですか九州か、ん、鹿児島、九州かなるなるさん、マルキュ値段高くない？いや意外とね、高いお店もあるんですけど、セールとかしてるとき狙っていきますね。あ、狙ってっていうか、もうたまたま行ったらセールしてるお店に入ったりとか、可愛いお店でなんか何着買うと何千円みたいな、個別で 1個2個買うよりも安いみたいなところで買ったりとかします。まあそんなね高いところには買わないで、も最近ね身長がね急激に伸びてて、去年この間の春、ん、去年の春かに着てたものが、この間の秋にはもう着れなかった、この間じゃないや、その後の秋とかにも着れなかったぐらいすっごい身長伸びてて、今着れない服が結構多くて、今安いので、これはね今流行りのグレンチェックってやつグレンチェックってやつですよ、これはそう、このグレンチェックは、どこでよかったの、あ、なんかあのインターネットで買いました。すごい安かったんですよ、これ。なんかセットで何位みたいな。そう、これね、すごい気に入りで、かわいい。こういうワンピースすっごい好きなんですよ。かわいくないですか？そう、大好き。ワンピースすっごい好きで、楽だからね。でも冬はねずっとズボン履いちゃうんだよね、寒くてそう、なんかねストッキングを履くとか、なんかストッキング履かないと寒いからストッキング履くとかしてると面倒くさくて着替えるのがだからね、そうズボンしか履かないので、あんまスカート履かないかも。あ、なっちさんおはようございます、ありがとうございます、ちょっとだけ見に来たよ、あ、なっちさんありがとうございます。いや、いつもあのツイッターのコメントとか、あのアイドル劇場でもありがとうございますなるなるさん、なるほど、成長期だね、そうなんです。ちなみに中学の3年間で15センチぐらい伸びました。私最初ね入学した時142センチぐらいだったんですけど、今は157とか8とか、うん、引き算をしよう58-142、うん、そうだね、15センチぐらい伸びてます。なるなるさんかわいい寒いのやだね、ほんとなんですよ。もうね夏ってある意味スカート履いた方があったかくていいんですけど、冬はねなんか何を着てもね寒いからね、最近寒くてそうダウン着たりとかしてるんですけど、全然雪は降らないんですけど降ってない、降ってるわけないよね、降ってはないけど寒い寒いの、とにかくなんかね寒すぎて、今ねここね冷気が入ってきてんの、この辺からピューってすっげえ寒いやめてほしい本当にね、なんか例年より寒い気がするの、私だけわかんないけど。でね、いつもね使ってたねマフラーもなくて、今お出かけの時とかに使ってるマフラーを最近はしてます。
るなるさん、バラ雪いらないな、う本当だよ。でもね雪ね楽しい時もある。でも逆にね雪が降ってね学校が休校になることがあったりとかするとシャーって台風の時とかね休校になったりする時もあります。でもしたことないわ中学では。こないだねすごい台風がすごかった時に学校休みになるって言ってシャーってなってたらなんか結局学校あることになっちゃってみんな怒って学校に行ってましたまあでもね学校に行ってもね楽しいかも逆に。エルネストさん、私はライブに行くことが少ないけど東京や福岡へ遠征したら楽しいよあ、そうなんですね。おー、いやもしあの機会があったらね東京アイドル劇場来てください。あ、ってことで宣伝をしましょう。と私は東京ガールズプロジェクト恋をするなら17歳でというものに出演しています。東京ガールズプロジェクトは東京アイドル劇場の中のオリジナル公演として、行っているものです。1日ね2公演ぐらい土日にやっております。今度ね24日にやります。24日にやります。実は24日は、クリスマスイブなんですけど1公演だけしか出演しません。またねこの間、パートチェンジって言っていつもはねずっと同じパートでやってたんですよ。踊ったり歌ったり。でもちょっと説明が下手だな。そう、踊ったり歌ったりしてたんですけどこの間はね違う人のパート、今メンバーがね5、6人いる、7人ぐらいいるんですけど、本番出るのは主に本番出るのは5人で、こう誰が出るかわからない感じですね毎回そう、一応ね何ヶ月誰が出るっていうのは、まあ、事前に一応ね言うんですけど、毎回、5人のメンツは絶対に変わります。絶対でもないか、変わります。で今度ね24日は今いる、野田玲奈さんの、卒業公演っていうか、なんて言うんだ、野田玲奈さんの、まあ、最後の公演になります。恋をするの17歳での。もしかしたらこっちにまた戻ってきてなんかいろいろやるかもしれないので、卒業ではないですね待ってどこまで読んだか忘れちゃった。よし、東京ガールズプロジェクトっていうのは歌ったり踊ったりするんですけど、今私たちは恋をするなら17歳でという演目、なんて言うんだろうな、舞台みたいな感じです。なんか分かりやすいので言うと劇団四季とかって一つの団体じゃないですか。そこから俳優さんがいっぱい出ていろんな作品を一度にやってる感じですそう、それのアイドル版みたいな感じで公演をやってます。なんだろう、そういう感じかな、なんか舞台で説明するとそう、一つの劇団でいろんな公演をやってるみたいなイメージですそう、でも今一つの公演しかやってないです。今年の夏に、まあ、デビューっていうかした、まあ、アイドルなのでまだなんですけど、また今後ね新しいのがどんどん増えていくと思うので皆さんよろしくお願いします。でそのメンバーの中で私は一応最年少です。中学3年生です。15歳です。そうなんです、一応ね最年少なので、はい。それからですね、じゃん、私ツイッターもやっているのでツイッターのフォローとここのねショールームのルームフォローもよろしくお願いします。最近気づいたんですけど、下のプロフィールのところにツイッターのねロゴのマークがあって、そこポチッと押していただけると私のツイッターのところに入るっていうのに最近気づいたので、もしよかったらそこポチッとやってポチッと押してください。よろしくお願いします。でショールームはねここか、ポチポチとよろしくお願いします。
でしょ。24日、あったこれだね。24日、ぜひ来てください。多分詳細出てるのかな、ちょっと後で調べます。あの実はあのツイッターにいろんなあのいろんなものが出てるので、そういろんなものを出してて、あのショールームのいつやるよとか、あとその本番のこととかいろいろ載せているので、もしよかったら来てください。よろしくお願いします。エルネストさん、海外に行ったことある？あ、あります。ありますって言っても韓国なんですけど、私ママも好きで、あとママの兄弟、ママ双子なんですけど、ママの双子の姉の家族もみんな好きで、うちのママの方のおばあちゃんもすっごい韓国が好きで、一人で行ってたりするんですよ、韓国に。それくらい好きなんですねで、この前、その家族で行ったんですよね。ある意味、うちいとこがハトコしかいないんですよ。だからそのハトコと一緒に、ハトコとハトコの家族とうちの家族とおばあちゃんとで行きました。韓国みんなで楽しかったです。私は初海外旅行だったんですけど、こないだって言っても4年生とか5年生とかの時かなに行きました。いやー楽しかったです。その時に半門店って言って、北朝鮮と、あ、最近話題になったやつですよね。最近って言ってもちょっと古いか。もうどこまで読んだか忘れちゃった。デュコンじゃないや、なんだっけ、あ、そうそうそうね、半門店っていうところに行って、ほらこの間脱獄しちゃった兵士さんいたじゃないですか。あそこに行ったんですよ、私たちツアーでそう、あのよくあの防犯カメラの映像のところですよ。あそこに行きました。ブロックがね、本当に、ここ境界線なのみたいなぐらいちっぽけなところに行きました。とってもね、不思議な感覚北朝鮮と、あ、韓国こんな感じなんだなって思いました。なんかね、あの韓国の兵士さんね、最初人形かと思うぐらいこうやって立ってて、でもなんか、あ、え、白い毛生えてるってことはこれ人間じゃんみたいなぐらい静止しててびっくりしてました、ママとそう、あるかな写真、まだすっごい幼かったんですよね、顔とかそう、なんかね、一番楽しかった思い出かも。ここに写真立てがあるからね。あったあった、これです。ちょっと汚いけど、これ、あ、もうちょっと待って、ママとパパの顔公開だな。これです。こんな感じでね、ここホテルなんですけど、私たち泊まってないホテルだ、これ。なんですけど、私こんな感じ、すっごい幼いです。まあ、こんな感じでね、行ったって感じで、ちょっと待って、私一人乗せてるやつあったはずなんだけど。まあ、それくらいね、韓国すっごい好きで、ママはね結構双子の人とねよく行ってます。よくって言っても、あ、双子の方がすっごい行ってて、ママの姉に当たるんですけど、姉の方がすっごい行ってます。留学とかしてます、韓国に。留学っていうぐらいしてました。もうすっごい好きだから韓国、あのね、食べ物が結構食べれるんですよ、韓国のものあの辛いのは無理なんですけど、何食べたんだろう私。 でもね、なんか韓国にいるとお味噌汁がすっごい恋しくなって、あの日本の 緑茶とかでも、日本と結構近い食事のところがあって、結構なんだろう、あのご飯を、白米を食べるところとか、スープとか、なんかなんだろう、日本と味が似てて、なんだろうな、過ごしやすかったです。あとね、ホテルがね、暑いぐらい、外はめっちゃ寒いんですけど、中はね、暑いぐらい床暖がすごくて、いやー、さすがあの寒い国だなっていうぐらい良かった感じですね。また行きたいな。あと韓国ね、物価が安いので、鳥まねとりあえず安いので、とにかくいろいろ買い込むっていうのが、もうこれすぐ取れちゃう、あります。
なるなるさん、東京も来年あたり降るよ。あーそっかーっていうかな、思ったのがね、もうね終わるんですよ2017年が。平成30年になるんですね。次早いな。なんかこの間までなんか受験まであと5、6ヶ月あるね、あと半年あるね、あと1年あるねみたいなこと言ってたのに、もうあと2、3ヶ月とか、なんだろう、手に入る果実ですよね、片手に入る。なるなるさん、わかるわかる、やったーって感じ。あらあらあ、おーちゃんさん50回ありがとうございます。カウントね、ありがとうございます。ちょっと待って、傾いちゃった。こうか、ありがとうございます、カウント。なるなるさん、原宿アイリポンと同い年だね。アイリポン誰だろう、わかんないけど中学3年生なんですね。原宿か、行きたいな原宿ね。最近行ってないです。でも夏とかは、今年の夏、今年去年ん今年あ、去年の夏ですねちょっとね、ほんと去年と今年のね夏の意味が本当に覚えてなくて、去年の夏か、そうだね、去年の夏には結構一人で原宿行ったりとかしてました。そう、あのね、なんだろうな、なんか学校の友達とかは、そのなんていうんだろう、行く、なんだろう、原宿に行くっていうのはなんだろう、なんか結構遠出をするっていうイメージらしくて、なんかあんまり一緒に行ってないっていうかね、一応東京なんですけど遠いので、なんか遠出みたいなイメージなのかわかんないんですけど、でなんかあの原宿で結構稽古をしてたりとかしてたことがあったので、原宿に行ったりとか、原宿のね稽古の前に1時間ぐらい原宿に行ったりとかしてました、一人で恥ずかったけど楽しかった。なんか一人の方がね楽なんですよ、私一人っ子なので。なんだろう、一人でいることそんな苦じゃないですよね、あのぼっちとかじゃないですからおーちゃんさん、来月って出演ないの？来月、来月、1月、あ、1月ね、まだ予定がねはっきりと決まってなくってあの実はね、私立の試験は結構都立より早くて、まあみんな滑り止めで受けるんですけど、私立の試験が1月なんですよ。1月か。なんで結構1月はちょっとあの試験前はね出られないっていうのがあるので、まだちゃんとねメンバーも誰が出るかっていうのもちゃんとまだはっきりしていないんですが、まあそろそろ出てくると思うのでよろしくお願いしますかな。なるなるさん、やっほーやっほーやっほーエルネストさん、すでにフォローしてるよ、ありがとうございます。エルネストさんもフォローありがとうございます。ツイッターのねフォロワーさんもだんだん増えてきて、いつだろう、なんか急に増えた時があったんですよ。そう、すごい嬉しいです、ありがとうございます。あの最近あのリプ編っていうか、あの出したものに返していただけるのすっごい嬉しくって、あのすごい印象に残ってるのは、おーちゃん、この昨日あのこのようにね作ったんですよ、これなんていうんだっけ、これチョコパイを一人で黙々と作ってたんですけど、この写真がね、あの おーちゃんさんは麻婆豆腐に見えたかそうでじゃあ今度麻婆豆腐作ってみますね、もう無理だけどそう、皆さんあの美味しそうとか食べたいとか言ってくださってありがとうございます。いやなんかね作る機会があって、なんかみんなにこうあげたいですねあげたいっていうか食べてくださいね、試食会的なことをしてみたいです。まあでもね食中毒とかなったら怖いのでまあちょっと大変だけど、皆さんありがとうございますあとこの間あとあの
ダウンを着たっていうことをツイートしたらですね、結構反応もすごくてそう、ありがとうございます。本当風邪ひかないように気をつけようと思ってます。本当にね、毎日マスクをして毎日うがいして気をつけてるんですけどね、防ぎようがないです。もうとにかく学校でも私換気係ですよ、ほぼもうね、体育の後はもうね、換気って叫んで換気します。私はみんなに寒いって恨まれるんですけどだって嫌じゃん。そう、真冬は何を着るんだろうっておうちゃんさんに言われちゃったんですけど、真冬はまあもっと着ます。そう、ヒートテックの上からカーディガンみたいなの着てからダウンとかねします。この日はレッスンだったので、レッスン頑張ってねとかありがとうございますこれはママ、あのこのピンクのコートなんですけど、母に借りたダウンです。私ダウン一応白いの持ってるんですけど、この日なんかピンクの着たいなと思ってママの借りました。そう、だんだんねママと身長ね変わらなくなってきて、ママ160ちょうどぐらいなんですけど、もうねほぼ変わんないです。なのでね、結構ママとママの靴はママの方が大きいので履けないんですけど、まあ、趣味も全然違うからね。あ、猫さんチョコパイ、あ、そうチョコパイね、あのね一応ねあるので後でねやりたいと思います。エルネストさん、韓国に行った時言語はどうだった？あー、言語ね、あの結構話しかけられるんですよ。わかるかな、なんかね、普通の電車に乗っててこうね、ママと楽しいねって喋ってたら、前のおじさんからブルブルン、え？みたいな感じで結構ね話しかけられるんですよ。だからニコニコしてはいはいって答えてました。ずっと意味はあんまりわかんない。でもね、結構韓国ドラマすごいうち好きで、ある意味ね結構 K-POP から入る人の方が多いんですけど、うちも K-POP 系、私は K-POP からなんですけど、母は結構 K-POP というよりかはドラマから入ってて、最近私 K-POP よりもドラマの方がすごい好きで、最近はずっとドラマいっぱい見てます。私はね、なんかママが、私の場合はママが撮ってたやつをママが見てて、そのママが見てるやつをたまに見て面白いなと思ったら毎回見るっていうシステムなのでそう、だいたい最初から見たことないです。全部ね途中から見てママにめっちゃ質問して理解をするっていうのが私です。よし、にばしさん、あ、おはようございます。初見です。はじめまして。ありがとうございます。よし。私は、東京、これじゃない。これはもう終わっちゃったやつ。東京ガールズプロジェクト、コラボするなら17歳でっていうものに出演をしている池上まなみです。中学3年生15歳です。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。初見さんがね、一人でもいたら、くださったらありがとうございますって感じです。もし、よかったら、ツイッター、ここの下の、私のプロフィールのところにツイッターのロゴがあると思うので、そこポチッと押していただけると、私のツイッターに行くと思うので、もしよかったらフォローよろしくお願いします。それから、ルームフォローもね、よろしくお願いします。ママ。いとこじゃないよ、はとこじゃん、いとこだよ、はとこってなんだっけ、わかんないやえ、まあいいや、いとこね、そう、いとこ、ママのいとこ。ルネスさん、韓国行った時怖かった？ううん、でもね、パパがね、韓国人って勘違いされてね、めっちゃなんかね、売り込まれてた。結構日本はあんまないと思うんだけど、なんだろう、こう、市場とか歩いてるとすごい売り込みがすごい、なんか、みたいな、すごいんですよ、もう、こう引っ張るぐらい、なんだろう、もう
私の見てみたいな感じなところは結構ありました。でもね、結構韓国人は知らないですけど、あんま観光客にはないですね。でもパパがあの韓国人だと間違えられてはいました似てるのかな、わかんないけど、背が低いから微妙だよな。なるなるさん、キムチ、韓国海苔。私韓国海苔大好きなんですよ。キムチはあんま好きじゃないんですけど、韓国海苔、おいしょ、韓国海苔はすごく好きで、そう、毎回ね新大久保行っても買ってきてもらいます。コンタリックスさん、インターネット以前の時代、北朝鮮の朝鮮中央放送の日本語放送をたまにチェックした。ん？インターネット以前の時代っていつ？いつやん。そうなんだ。あー、なんか最近ありますよ、なんかデジタル放送になったとか、なんかありますよね、北朝鮮の放送が。あ、おーちゃんさん、猫さん、あ、猫さんが、雪だるまを抱えてるものを10個ありがとうございます。かわいい。 いやな、ショールームのねギフトめっちゃかわいくないですか。あれ本物に欲しいですよね、結構。猫さん、なるなるさん、面接あるの？高校の面接はあるかな。でもみんなで面接練習はしました。あと集団討論の練習もこの間しました。なるなるさん、ヤッホー、いい感じ。ヤッホー、なるなるさん好きですねコントネックスさん、恋17の効果だよ、ツイッター増えたの。本当ですか、ありがとうございます。あのコントネックスさんのね動画いつもありがとうございます。皆さんの本当に動画ありがとうございます。猫さんもね、マナミンカメラありがとうございますいろんな方の上げてくださった YouTube をみんなに見て、もうちょっとこうした方がいいねとかするのも結構見たりとかしてます。鼻が詰まってきたありがとうございます、いつも。成瀬さん、めっちゃ上手にできてるね、ありがとうございます。これね、上手くないですか、頑張ったんですよ。これはね本当にね、時間はかかるけど材料はね3つしかないからパイ生地とチョコレート、何でもいい、チョコレート、まあミルクとチョコレートが一番美味しいかな。チョコレートと、意外とビターも美味しいかも、とあとは卵があればもうできます。あとフォークとかあればいいかな。なんかとにかく切ってやるだけ、すんごい簡単なのにすごい美味しそうなものができるのでおすすめです。でも時間はかかるかも、なんか切ったりするの結構めんどくさくてそう、パイ生地がね柔らかすぎても切りにくいし、硬すぎても切れないので結構微調整必要です。エルネストさん、私が東京に引っ越せば毎週ライブに行けるようになるよ。もしよかったら東京来てください東京はたくさんいろんなものがありますよ。あるよね。しましまさん、しましまさん、こんにちは、ありがとうございます。初めて来ました、ありがとうございます。いや嬉しい、ありがとうございます。ツイッターでありがとうございますエルネストさん、アジアで行ってみたい国は台湾と香港くらい。私逆にね台湾とかねダメなんですよね。なんだろう、食べられないと思う、食事的に多分無理。それならねフランスすごく行きたい、イタリアとか。待って、イタリアとフランスどっちの方が料理美味しいんだっけ。でもフランスはパンってイメージですね。バリはロシアか。あとなんだろう、フランスはパリだ、イタリアローマ、どっちの方が美味しいんだっけ料理。でもなんかイタリアはピザとかあるか、ドイツはな。でも私オーストリアすごい行ってみたいです。ウィーンか首都だけどウィーンとか行ってみたいです。
おちゃんさん、しましまさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご注文はいかがですか？ コントリックスさん、自分の姉の旦那のお母さんも韓流ドラマからハマったそうです。おお。いやー、韓流ね、なんかね、日本のドラマとはちょっと違って、まず長い。まず一つの物語が長い。二つ目はドロドロしてる。 絶対嫌なやついるんですよね。なんだろう、嫌な女、嫌な男、復讐とか。復讐多いね。復讐、あと何があるんだろう。復讐も多いし、刑事物も結構面白いし、あとね、幽霊もの結構ある気がする。日本より幽霊面白いんですよ、結構。と、この間まで見てたのも幽霊っていうか、なんか幽霊じゃなくて、なんだろう、黄泉の国から来た人みたいな。幽霊か。でもなんか、その何かあって死んじゃった人が、こう、なんだろう、まだ心残りがあるから人間の世界に戻ってきたみたいな。3ヶ月しかいられないみたいな、そういうやつ見てました。あ、キティさん、こんにちは。ありがとうございます。ジームさん、おはようございます。ありがとうございます。おーちゃんさん、コメント。渋滞発生中。ようくんさん、初見です。超絶美少女、ありがとうございます。やった。はい。初見さんなので、また宣伝いたします。東京ガールズプロジェクト、恋をするなら17歳に出演中の池上まなみです。とね、まなみんって呼ばれてます。まなみんって。これもまなみんなので。中学3年生の15歳です。よろしくお願いします。と、実は恋をするなら17歳ではね、90年代、80年代の曲を歌ってます。原田知世さんの曲とかをカバーして歌ってますとか、D&D、スピード、新田恵利さんとかの曲をカバーして歌ってます。もしよかったら見に来てください。ありがとうございます。初見さんね、本当に嬉しい。なんかね、毎回いろんな時間帯でやると、やっぱ初見さんたくさん来ていただけるのでありがとうございます。おーちゃんさん、ようくんさん、いらっしゃいませ。おーちゃんさん、ありがとうございます。案内人ですね、おーちゃんさん。コントレックスさん、マナミンがファンに食事を振る舞うイベントやろう。どっかの空き地で豚汁。どっかの空き地ってどこやん。 豚汁大好きなんだけど、私。前に小学校の時に豚汁作って、それで大好きになりました。寒くなってきた。ちょっとでも窓開けよう。換気します。私換気大好きなんで換気します。よし、オッケー。いや、でもね、やってみたい、そういうなんか振る舞うやつ。私だけじゃ料理つらいので、 メンバーに手伝ってもらいます。しましまさん、知っててくれてた。ありがとう。わかります。ありがとうございます。ツイッターね、ちゃんと見てますよ、皆さん。そう、フォロー来たりとかしていただけるとね、あ、こういう方来てくれてありがとうみたいな感じでちゃんと見てます。 ありがとうございます。あきさん、あきさん、おはよう、初見です。ありがとうございます。また初見さんだ。東京ガールズプロジェクト、恋をするなら17歳でに出演中の池上まなみです。まなみんって呼ばれてます。中学3年生、15歳です。よろしくお願いします。15歳なので今受験中ですね。待って、鼻がやばいんだけど。私鼻かみます。本当にやばい。ちょっと待ってください
噛めた。すっきりした。ちょっと最近ねひどいんですよ、鼻炎が。なんか寒暖差アレルギーなんですよね。七瀬さん、ちょっと用事があるのでまたね。あ、ありがとうございます。七瀬さん、またおーちゃんさん、七瀬さん、お疲れ様です。ありがとうございます。おーちゃんさん、ありがとう。あー、杉本さん、まなみん、おはよう、ありがとうございます。あのコメントいつもありがとうございます。あのツイッターのちゃんと見てます。皆さんのコメントしていただけるとちゃんと見ていますのでよろしくお願いします。あきさん、黙ってるとわらわら。原田智代原田智代さん、なんだっけ、天国に一番近い島という曲を歌ってます。などなど、恋のロープをほどかないでは2対2さんですね、とかいろいろ歌ってます。9曲ね歌ってます、昔の曲。それでいろいろなことをやってます。楽しいです。結構舞台っぽいところがあって、ちょっとライブバージョンにしてみたりとか、あとメンバー入れ替えたりとか、メンバーじゃない、メンバーの場所を入れ替えたりとかを、この間とかしてます。ライブバージョンはね結構、好評っていうか、皆さんがね楽しいって言ってくださるので、結構これからもっとやっていきたいなって思ってます。コンテリックスさん、日本の古いドラマたくさんあるから、マナミンもぜひ。スチュワーデス物語ドラマと、何これは、タイ映ドラマというジャンル。へぇ、私はね相棒が大好きで、あ、こないだのドクター X 最高じゃなかったかな。皆さんドクター X 見てましたか？私ドクター X 超好きで大好きなので、そう、ちゃんとワンシーズンからパパと毎回こうやって座って見てるぐらい大好きです。楓の最終回めっちゃ感動した、やばかった。なんかね、ちょっとあんまネタバレになるかあんま言えないけどね、素晴らしかった。いやー、なんかね不思議な終わり方するのがやっぱかっこよかったですね。あきさん、明るくて元気っ子やな、フォローしときま、あー、ありがとうございます。もっともっとフォロー増やしていきたいです。ありがとうございます。いや嬉しい、フォロワーがね増えると嬉しいです。おーちゃんさん、あきさん、よろしく。ありがとうございます、おーちゃんさん。いや管理人ですね、あやちゃんさん。杉本さん、ドクター X 見てね。おお、仲間だ。本当にね最高、ドクター X。 私失敗しないんで、はぁ来たーってなる。患者でも失敗しないのでっていうのがめっちゃ感動して、やばかったもん。なんかだ、ワンシーズンからのちょっと映像がちょくちょく流れるシーンがあって、もうそこでまず感動、もう本当にやばかったです、感動の仕方が。もうね、釘付けになって見てました。と、私あと科捜研の女とか、あと相棒も大好きだ。ああいう、さっき言ったかとかね、そう、その辺すごい好きで見てます。でも私基本5ちゃんと4ちゃんしか見ないので8チャンネルとか、7チャンネルはあんまり見ないです。6チャンネルとか、いやー、ドクター X 見てる人がいた、やった。でしょ。いや、なんか今見たらですね、637人の方に来ていただいてます。ありがとうございます。いやー、なんかね、ありがとうございます。いや、夕方や料理すごい、朝ってすごいんですよ、見ていただける方が多くて、ありがとうございます。あの、もしよかったらツイッターもやってます。もしよかったらフォローよろしくお願いします。このね、下のところプロフィールにツイッターのロゴがあるので、そこポチッとしていただけると、私のツイッターのところに行って押せるので、もしよかったらフォローよろしくお願いします。あきさん、アメリカの24話見た？全シリーズ見たから長いよ。見たことない。何、アメリカ24、全シリーズ見たら長いよ。何話なんですか？あの、韓国ドラマとかって200の、あ、でもアメリカも長いですよね、結構。お
おちゃんさんコメント追いついたね。おお、へえ。あのね、話を膨らませすぎると本当にねやばいことぐらいね追いつかなくなるんですけど。猫さん、ごちゃんと関東地上波にあったっけ、もしかして。ネット掲示板なわけありますよ。え、だってごちゃんってあれですよね、テレビ朝日がごちゃんです。ごチャンネル大好き。そう、ごチャンネルとね、まず4チャンネルに、日テレのジップの朝を見てからの学校行って帰ってきたらごちゃんのテレビ朝日で、夜までテレビ朝日です。まあでも4チャンたまに見るかな、番組によっては見ます。コンタレックスさん、僕がマナミンの年の頃は8チャンの一人勝ちだったのに時代は変わる。ちょっとおばあちゃんみたいなことを言わないで、コンタレックスさん。のママも同じこと言ってた。ママもパパも同じこと言ってた。ハネさん、初見です、笑顔が素敵、自己紹介できますか。あ、ありがとうございます。それでは自己紹介させていただきます。東京ガールズプロジェクト恋をするなら17歳でに出演中の池上まなみです。中学3年生15歳です。みんなにはまなみんと呼ばれているので、もしよかったらまなみんって呼んでください、お願いします。あの、東京ガールズプロジェクトは東京アイドル劇場のアイドル劇場さんのオリジナル公演として、今年の夏から始まった企画の中です、の中のアイドルです。昔の曲をカバーして9曲歌ってます。実はあの受験中なので、あの少しだけ出演はあんまりしてないんですけど、まああんまり変わらないかな。今度12月の24日クリスマスイブに、東海ドル劇場の東京ガールプロジェクトの公演があります。いつもは、1日に2ステージあるんですが、最近は1ステージ、この日はですね1ステージしかないんですが、もしよかったら見に来てください。物販特典会もしてて、チェキを取ったりとか、全チェキ、いろんあのメンバーが5人いるんですけど、メンバー7人か7人ぐらいいるんですけど、チェキを取ったりとかいろんなことできるので、もしよかったら見に来てください。もしよかったらあのなんだっけ、ツイッターのフォロー、ツイッターもやっているので、ツイッターとここのショールームのフルルームフォローもよろしくお願いします。ここにポチッと押してください、よろしくお願いします。ツイッターは恋をするなら17歳での出演情報だったり、あとなんだ、あと、日常のこととか、私お菓子作るの好きなのでお菓子のこととか、あとはここのショールームね、いつやるよとか宣伝もしてますので、もしよかったら見てください、よろしくお願いします。ここのね、プロフィールのところにツイッターのロゴがあるので、そこポチッと押していただけると私のところに来るので、よかったらよろしくお願いします。はい、暑くなってきちゃった。よっ、おちゃんさん、はねさん、あれ待って待って、はねさんいらっしゃいませ。エルニストさん、海外で行ってみたい国はアルゼンチン、北欧、台湾、香港、ドバイ。ドバイ、ドバイってお金持ちのイメージなんですけど。シンガポールとか物価高そう。でも私一番行ってみたいのはニューヨークのブロードウェイでね、ミュージカルいっぱい見たいです。ミュージカル見るの好きなの、見たりするの好き。英語理解できるか分かんないけどね。あきさん、アマゾンプライム入ってたらあるよ。へえ、24役な役、あ14やなくて
英語で24じゃなくて英語で、24か24 英語苦手だけどね、なんとなくはできるよ最近はね英語好き、先生がね変わって面白くなった先生が変わると全然違うよ。と私はアマゾンよりもなんだっけあのスカパーを見てます。スカパー、月本さん、関西はロクちゃんが朝日放送で、うんうん、ロクター X 相棒やってます。あ、そうなんだ、へえ、知らなかった。ロクチャンネルは関東ではなんだっけ、んーと TBS かになりますね。ん TBS よね。あ、ジリーさん、仕事中だけどちょっと顔出しありがとうございます、嬉しい。あ、ハート投げもありがとうございます。いつもありがとうございます。まんま20日メンバーを告知できるのか、あ、どうなんだろう、わかんないね。タカポンさん、マナミン発見、あ、カタプカだ、噛んだ。タカポンさん、ありがとうございます。よいしょ、嬉しいです、ありがとうございます。ジェニーさん、それではさよう、それではありがとうございます、仕事頑張ってください。おーちゃんさん、たかぽんさん、こんにちは。お、たかぽんさん、おーちゃんさん、こんにちはありがとうございます。エリネットさん、私はあまり治安を気にしていないけど、やっぱり言語の方が気にしてるよ。治安気にしてる。あー、でもね、意外と韓国の方がね、その北朝鮮のこととかってなんだろうな、そこまで危機感を持ってなくらしくって、ミサイルとかって投げてくるのって日本側じゃないですか。ある意味ね、韓国のには飛んでこないからね、結構安全らしいです。あの、あと私たちの恋を知るなら17歳での振り付けをしてくださってるマック先生がいるんですけど、マック先生は今韓国で結構お仕事されてることが多くて、だから結構韓国のハングルすごいすごいんですよ。そう、それくらいね、なんか話も嬉しい韓国大好きなので。ハーフムーンさん、おはようございますありがとうございます。ハーフムーンさん、最近ね、ハネムーンさんって言わなくなったんですよ。すごくないですか、成長です、成長アキさん、ハートピンクになってます。ピンクの人はもう押したらあかんよ。ん、なんだろう、ハートピンク、ん、待って、わかんないから、わかんない、なに、ピンクの人はもう押したらあかんよ、ん、なんだろう、まあ、はいたまともさん、まなみちゃん、ん、ありがとうございます。ん、あ、たまきだ、ありがとうございますたまきちゃんは、あの、私舞台をやってるんですけど、舞台も好きなの、舞台とかミュージカルに出演してることがあったん、あ、出演してるんですけど、あ、舞台から入ってるので、この業界その時のね、ありがとうございますこの間出てた4月に出たミュージカルで、ね、もう共演したし、その前のねミュージカルでも共演しました。ありがとうございます、イエーイあ、ハーフムーンさん、ハート100個ありがとうございます。すごい、めっちゃあるめっちゃある、ここもハートだらけ星消えてる。エルネストさん、私の一番好きな国はアルゼンチン。マナミンはどこの国が一番好き？あ、そうですよね。あの、ツイッターのコーネントのところに書いてあった。ね、私やっぱ韓国かな。あ、でもな、日本です。日本が一番好き。結構日本の旅行の方が私は好みです。ピンクはフォローする。あー、そういうことか。おーちゃんさん、ルームフォローのことだよ。ピンククラスはフォロー中、
押したらフォローを解除。あ、そういうこと？なるほど。へえ、ハネさんもありがとうございます。藤本さん、ショールームの上にあるピンクのハートのことだよ。なるほど。理解。ポン。なるほど。ありがとうございます。そう、私ね、ハテナのことが結構あるので、皆さんに教えていただいています、いろいろ。コントリックスさん、韓国のり、業務スーパーのでも OK。すぐなくなっちゃうので 1回にね、3、4袋食べるから、あ、でも最近は2袋かな、食べるのですぐなくなっちゃうんですよ。韓国のり大好きなので。 よし、それではね、これね、試食しよう。これめっちゃ美味しい、めっちゃいい匂いするんですよ、本当に。形がいいやつにしよう。これ、崩れちゃう。これ、これね、ここ、こんだけ膨らんでるの。最初ね、作るときってめっちゃぺっちゃんこなのね。これのこれくらいなのに、すっごい膨らむんですよ、パイ生地って。なので大好きなので、食べます。くちゃくちゃ痩せないに食べようって思って。そう、結構ね、パサパサするのにね、くちゃくちゃなっちゃうんですね。いきまーす。すぐに喋れない。 なんかチョコレート、この間ね、前も作ったんですけど、その時初めてで、チョコをちょっとケチっちゃったんですよ。そしたらチョコがね、ほぼ味しなくて、もう一回作る時はチョコ大量に入れようと思ったので、今回すごいいっぱい入れたので、すごい美味しいです。 待って、めっちゃうまい。自分で言うのもなんだけど。 甘い。あのね、パイ生地もね、ちょっといつもと違って、バターたっぷりみたいなパイ生地にしたので、すごい美味しい。食レポお願いいたします。 そう、食レポね。まずね、サクサクしてるのと、中のチョコレートが冬なので、すんごい固まって美味しい。 コリコリしてる。 まあ、パイの実だっけ、なんだっけ、チョコの実違う、なんかそういうやつあるじゃないですか、お菓子で。ホワイトに出ます。 めっちゃうまい。ちょっと歯についちゃってるかも。鏡、ここあったよ、あった。 小学校の時にもらったやつ。女の子してるので 見せません。 うまい、本当にうまい。これは本当に美味しいの。タカポンさん、ステージのマナミンはめちゃくちゃアイドルだから可愛かった。ありがとうございます。やったー。 最初のね、時はね、全然レスとか送れなくて、こんなに難しいんだなって思ったんですけどね、最近はちょっとレスを頑張ってます。 でね、結構なんだろうな、写真ね、いっぱい撮ってくださってありがとうございます。最近はね、手拍子とか、コールとかしていただいて、すごい嬉しいです。もっとね、コール増えると嬉しいです。羽さん。あ、違う。羽 さん、美味しそう。一個ちょうだい。あーってあげないよ。テストみたかっただけです。でも本当にこれうまい。これ余ってたらメンバーにあげたいです。明日稽古があるので、もしよかったらあげたいと思います。おーちゃんさん、顔隠すのか。 食べてるところは隠すの。
フクロウさん、結婚してください。薬指のサイズ教えてくださいそんなねえよに太くはないかなありがとうございます。羽根さん、友達から始めましょう丸山さん、パイの実だね。あ、そう、パイの実だ、そう、パイの実ですね。パイの実ね、あんま食べたことないんですけど、なんかどんな味かわかんない。でもすごい美味しいので、そう、本当におすすめ。本当に。00007さん。こんにちは、はじめまして。ありがとうございます。007さんですね。ラッキーセブンですね。ありがとうございます。こんにちは、私は池上真奈です。中学3年生です。中学3年生です。もしよかったらよろしくお願いしますあって、本当に受けが面白すぎる。コントレックスさん、クッキーならファンに配れるね。リアルに、確かに配れる配れる、確かに。いや、最近クッキー作ってないな。クッキーってね、型抜きがめんどくさいんですよ。わかりますそう、すごいね、めんどくさいんだよね。たまたま食べたい、チョコ大好き。おー、もしよかったらね、作りたい。本当にまた機会があったら配ります。あ、もゆのちゃんだ。まなみー、まなみもゆのだよ、ありがとうございます。もゆのちゃんは舞台の時、ミュージカルの時の歌の先生が一緒で、一緒に発表会出たりとかしてます。ある意味ね、もう犬ちゃんはね、本当に天使なぐらい可愛くってちょっと待って、今萌乃ちゃんはアイドルをやってて、夢宿のアイドルをやってて可愛い。そう、いつもツイッターチェックしてますそう、ママとね、可愛いって。いやー、ありがとうございます。この間もいのちゃんのショールームをちょっとだけお邪魔させていただいてそう、ほんの少ししか見てない、見れなかったけど、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、夢見るアドレンセンス候補生ですね。いやアイドルになった、一緒にそう、私もね、知らないうちにアイドルになってたって感じなので私はか、わあ、なんかブーブーなっちゃったすみません、ブーブーなっちゃいましたこれね、今私タブレットでやってるんですけど、そう、ブーブー来るときはね、ちょっとご遠慮ください。猫さん、パイ生地は出来合いを買ってくるの？あ、そうです、そうです。めんどくさいもん作るの、パイ生地で作るのほんと大変なんですからね、猫さんできたやつを買ってきてます。タカポンさん、チャンミューに推し変と読まれたらダメなので、そろそろおいたします。タカポンさん推し変ね、ちょ、チャンミュー厳しいんだよな、そういうところに。チャンミュー厳しいんだよな、そういうとこタカポンさん、ありがとうございます。また見に来てください。頑張ってね、ありがとうございます。おーちゃんさん、クッキーは特典券何枚ですか？何円にしようかな。じゃあ10枚で1万円になっちゃう。何円なんだ、10枚だと5000円になるな高っコントレックスさん、型抜きで余った部分を配ればいいなんだそれもう焼くの大変逆に大変だ。もゆのちゃん、ありがとう、イエーイもゆのちゃんのね、ショールームまたお邪魔したいです。ツイッターもね、チェックしてるのでよっ、おっちゃんさん、たかぽんさん、その誠実さ大好きですおっちゃんさん、ありがとうございます。コントリックスさん、ブーブーと言ったら高木ブーだよなんだそれトコタンのね、なんかテーマソング変わったみたいですね。変わったのかな、うん、
この間なんかたまたま見たら変わってた気がする。はあ、いっぱい喋ったよ私。何時間喋ったと思う？ちょうど1時間経ちました。早い。ビービーさん、はじめまして。この前矢吹愛ちゃんの新グループのお披露目見ましたよ。ああ矢吹愛ちゃん、愛ちゃんの、ありがとうございます。はい、アイアイは元メンバーですね。いやー、アイアイすごい大きくなってて存在が大きい。アイアイはね、もっと頑張るために卒業しますって言って卒業したので、いやさすが夢が叶っててすごいなって思います。ちょっとまたリボンが取れちゃったよ。そうね、なんだっけ、ジュエルルージュだとこの間イベントみたいで私のメンバーのチャンミーもね行ってたみたいで、あーすごいな負けないように頑張ります。妹さん、何時まで配信予定なの？まあ1時間半を目安としたらあと30分ぐらいかな、わかんないけど、まあね、大体でいきます。ハネさん、クッキー1枚5000円、数量限定なのでお早めにはい、そうですね、クッキー何枚しようかな、5枚で1000円、5000円にしようかな。そしたら1枚1000円だからね、皆さん味わって食べてくださいめっちゃチャリンチャリンだよなんかあくどい人みたいな私。おーちゃんさん、俺もふーちゃんにたくさんリプしてたらみゆちゃんに軽く切れおーちゃんさん、おーちゃんさん、ちゃんみゆによく怒られてません皆さんちゃんみゆね厳しいんですよね、ほんとそういうところ私も厳しくしようかな、うーんまあそれはしないけどね、リプね、いやリプ編ね、まあ、私なんだっけ、リプもらっていただいてもこうリプ編をねできなくて、なんだろう、リプ返しができなくて悲しいです。なのでショールームでね、まあちょっと突っ込んでいこうかとしましょうか。コンタネックスさん、マナミンの恋17、来年の活動予定はまだね本当に決まってなくて、1月のねことね全然わかんなくて、ちょっとねまだちゃんとわかんないので、もしわかったらツイッターで言いたいと思います。よろしくお願いしますかな。よいよ、うん、はあ疲れた、いっぱい喋り続けた今日も。もう一回食べよう、うまい、うん、うまい。おいしいです。4月のこと、あそうだね、4月にね歌の発表会っていうか、まあ、私ミュージカルをやってるので、ミュージカルのね曲を歌ったりする発表会があるので、まあ、もしよかったらご予定開けてください、お願いします。もしチケットがね欲しい方は、ママの池上水子って書いてあるママのツイッターにの DM で送っていただけたら嬉しいです。あれいつだっけ、6月、あ6月じゃない、4月の6、7かな。もしよかったらよろしくお願いしますえー待って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 、まあ、先にちょっと初見さんをね、あ初見さんいないか、待って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 、コンタレッカ、あちょっと待ってコンタレックスさん、来年は違うことにチャレンジするのかな、
わかんないな。高校がねどうなるかわかんないので、まあ、高校が決まったらなんとなく進路見えてくると思うのでまだわかりません。 BB さん、1月の東京アイドル劇場には乗ってなかったですね。あ、そうですね。でもまた詳しいことがわかったら Twitter とか、あとショールームまた行ったら報告させていただこうと思うので、もしよかったらチェックよろしくお願いします。プロフィールの Twitter のアイコンを押してください。お願いします。おっちゃんさん、1月14と28は恋人出演予定はなかったのね。そうなんですよ、まだちゃんとわからないので、まあもしわかったら言いたいと思います。んー、待って、 SOS 集団ストーカーさん、わかわいい、ありがとうございます。もし、私は東京ガールズプロジェクト恋をするなら17歳に出演中の池上真奈です。中学3年生の15歳です。とマナミンって呼ばれてるので、もしよかったらマナミンって呼んでください。よろしくお願いします。それからね、プロフィールの方にも貼ってあるツイッターのロゴのとこを押していただいたり、あとここのルームフォローよろしくお願いします。いろんなね情報を流していきたいと思います。あ、7、8か4月の7、8でした。あ、髪の毛が乱れた。よし。おちゃんさん、あ、これを読んだわ。ハーフムーンさん、めっちゃお腹空いてきたわ。今何時だっけ？あ、もう12時じゃん。お腹空いた方は食べながら見てください。そう、栄養失調で倒れちゃったら大変ですから。おちゃんさん、何マルストさん、お疲れ様です。すいません、また鳴っちゃいました、チューチューって。お茶さん、1月27日の渋谷、詳細出てないのでちょっと期待。どうなんですかね、私渋谷アイドル劇場まだ行ったことないので楽しみです。羽さん、マナミンの愛情入りだからクッキー5000円は安すぎ、特典券100枚にしよう。やったー、5000円売れたー。そんな無理しないでくださいよ、美味しいかもわからないのに。よ、あ、うまい。うまいよ。おっちゃんさん、また隠す、恥ずかしいので、またついてないか確かめる。オッケー、よかった。食べ過ぎって、でもね、まだ2個しか食べてないんだよ、チョコパイ。まだ2個しか食べてない、今半分に切って食べてたからね、そんな食べてないです。あー、いや疲れた、なくなってきちゃった。しましまさん、美味しそう。待って、ラップを取って、こういう感じだね、こういう感じ、こういう感じ。ちょっとね、チョコはみ出てるんだけど、こういう感じでチョコ入ってます、これチョコ。昨日大変だったの。あ、でも昨日ね、学校ね3時間だったのですぐ帰ってきたので作れたんですけど。うーん、おんちゃんさん、すいこさん、それがガチのダメ出しっすか。今日はお出かけするのかな。今日は、レッスンがあります、夕方から。そうそうって何なの。しましまさん、ガチダメきたしきた、わら。笑われてるよ。あ、なんと
1134人の方に来ていただきました。ありがとうございます。すごい、1時間半で1100何人も来ていただいた。来たー、嬉しい、ありがとうございます。小照くんさん、配信しながら焼きそばだったら大変だね。歯にのりがついてないかチェックするのが蕎麦か、あ、焼きそばか。焼きそば大好き私。特にね、なんだっけ、あの一番美味しいやっぱペヤングが一番うまい。あと私一番好きなのは、一番じゃない、次に好きなのはなんだっけ、あのお祭りに出てる焼きそばすっごい好きで、なんだろう、あの全部みんな作ってる、一緒に作ってるかわかんないんだけど、すごい美味しくないですか。お祭りの焼きそば大好きです。はあ、クリスマスもうすぐだな、楽しみだな。でもね、もう学校もうすぐ終わりなんですよ、2学期早いな。なのでね、クリスマスツリーがあります。今日ショールームのためにね、あの下から持ってきて、ずっと下に置いてあるんですけど、今日上に持ってきました。今日ね、しましまさん、確かにそうね、2学期ね早かったな。なんかなんかね、もう受験ってね、学校でも言われてね、悲しかった。猫さん、通知表の地震は、あのね、通知表はね、なんかこの間の高校に、その志望校に行けるかどうかで配られたんですよ、なんかその合計が。でもそんなに悪くなかったので、まあまあいいかなとまあなんかすごい低いのはないです。私の学校は5段階評価なんですけど、絶対3以上は絶対取ってます。3、4、5のどれかは絶対取ってます。いつも2と1は本当ガチで取ったことないんですよ、3年間で3年間で取ったことないぐらい結構すごい頑張ってますよ。一応ね、提出物はね結構ちゃんと出してるので。おーちゃんさん、24日15時10分会場だよね。11時45分からの下北沢のライブが終わってから間に合うかな。間に合うんじゃないですか。何時なんだろうな。24日は15時半開演。おお、間に合うよ、おーちゃんさん、来てください。楽しみだな。久しぶりになるので楽しみです。もしよかったら来てください。いつもおーちゃんさんね、こうやって見てくれてね、嬉しいですいつもね、前室で、あー、おーちゃんさん来たねとか、あ、何よりさん来てたねとか、何よりさん来てるねとか、いっぱい話してます。猫さん、ほうおちゃんさん、すいこさん、本当に、え、間に合う、頑張れば間に合う、おちゃんさん来てもう24日1回しかないからね、チャンス。れいなさん、そう、れいなさん最後なんですよね。もしよかったら来てくださいあのちょっとだけね、パートチェンジっていうか、ちょっとね変わる部分があると思うので、楽しみにしててください。喋り続けたよ私今日。はねさん、モナミンはアイドル兼女優さんですか。うーん、かな、わかんない。でも女優さんではないよずっとね、ミュージカルの子役みたいな感じでずっと活動してました。なので、あのミュージカル結構いろいろ出てます、出演させていただいております。ツイッターのね、コメントのところに出演させていただいたあのミュージカル出てるので、もしよかったらチェックお願いします。ビンビンさん、野田麗奈ちゃん来月舞台出るよ、見に行くし、あ、アリシンプロジェクトさんですよね。あー、見に行きたい。来月かー、きついかなー。1月ってね、試験の時なのでちょっとわからないですが、見に行きたいです。
おーちゃんさん、その後5時半から秋葉原のライブという過密スケジュールだ。おーちゃんさん忙しすぎ忙しいよ、おーちゃんさん。でも絶対来てください、お願いしますいやーすごいですね。待って、めっちゃうまい。もう一個食べます。怪しい人みたい。めちゃくちゃうまい。あ、うまい。そんな食べてないよ、まだまだ2個半目だよ、2個半目。4月の話か。まだチラシもできてなくてあんまり話せないんですけどもう4月のやつノルマがあるので、もしよかったら4月の7、8もしよかったら絶対来てくださいママのツイッターの DM に連絡していただけたらすごい一番嬉しいです。もしチラシとかできたらツイッターでも告知しようと思うので楽しみにしててください。誰が出るとかまだちゃんと分かってなくてあんまりいろいろ言えなくて、もう7、8なので、来てください。また来た、ダメ出し来た、本当だよスイボトさん、お昼ご飯食べられないよ。食べられる、私すごい食べる、いけるもうちょっとね。猫さん、クッションにチョコつけないように注意。大丈夫だよ、汚れてないお、ランクさん仙台着いたから離脱。え、仙台、お疲れ様です。仙台いいな、仙台行きたい。おーちゃんさん、ランクスさんお疲れ様です。お疲れ様です。ランクスさん、そうなんだ、仙台行ってたんだ、いいな。ホテルクスさん、手作りでポテトチップス作ったことあるよ、22歳のぐらいの頃そうなんですね。あ、でもよくありますよね、そのポテトチップス結構作るの大変そうだけどな。なんか薄さって結構むずくないですかね、切ったりするの。猫さん、場所と時間は世田谷ですね、世田谷羽根さん、パイの実の CM オファー来ちゃうよ。いや、そんな来ない、来ない、あー来てほしい美味しい、美味しすぎるまだあと半分残ってんだよね、食べたい。SOS 集団、さん、かわいい、ありがとうございますかわいいって言ってくれてありがとうございます。猫さん、ランクスさんは仙台在住、あ、そうなのか、仙台在住か、そっか、そうなんだ。あ、仙台といえばさきちゃん、仙台、あれあれ、さきちゃん仙台だっけ。そうだよね、レイナさんも仙台だった気がするホンダレックスさん、マナミンの今日のお昼はペヤングとくらいサイズ2倍のはどう食べたい、めっちゃ食べたい。でもお昼どうなんだろうな、聞いてみます後でコンタレックスさん、あ、ここ読んだ今読んだわランクスさん、仙台在住ではないです。あ、盛岡か、岩手県、あ、仙台はエビちゃんさんなのか。なるほど。エビちゃんさんもね、ありがとうございます。そっかそっか。盛岡か。盛岡ね。岩手県だ。へえ、でも遠い、遠い、遠いよ。東北。遠い。おちゃんさん、ランクスさん、岩手県では。そうだね、仙台エビちゃんさん。そっか。そうなのか。初めて知った。
なるほどね。よいしょ。さきちゃんは仙台だもんね。確か。で、ちゃんみゆが鳥取？あれ、島根？あ、鳥取か島根どっちか。え、どっちだっけ？島根？島根だっけ？いつもね、わかんなくなっちゃうの。島根と鳥取。うん、ちゃんみゆ。皆さん、あ、そう、島根だ、島根。そう、島根ね。そうです、島根です。教えてくれたままが。島根だ。あー、伸びー。あ、いやおっちゃんさん、それはみゆちゃんに怒られるパターン。前もね、言われたんだよ、さきちゃんと。あれどっちだっけとか言って、あ、島根、ん、鳥取とか言ってたんですけど、島根でした。羽さん、まなみん可愛くて優しいのでフォローしました。あー、ありがとうございます。やったとかね、ありがとうございます。やった、フォロワーが増えた、ありがとうございます。いや、本当にフォローしていただけるの嬉しい。スクイーズ。ストレスじゃないや、気持ちいい。やばい、本当に。なんでやねんさん、どこのグループと。私はですね、東京ガールズプロジェクトというグループです。東京ガールズプロジェクトは東京アイドル劇場のオリジナル公演としての企画としてやっているアイドルです。恋をするなら17歳でということを恋をするなら17歳でっていうものに出演していて、そこで昔の曲、90年代80年代の曲を歌っています。もしよかったらフォローとかよろしくお願いします。と、池上まなみ、中学3年生です。15歳です。まなみんって呼ばれてます。よろしくお願いします。イエーイ。ハフムーンさん、ここにいる人みんなでペヤングを食べるっていう伝説を作ろう。なんかさ、なんだっけ、ギネスみたい。ギネス世界記録。ギネス世界記録になりそう。おーちゃんさん、なんでやねんさん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。おーちゃんさん、今日はありがとうございます。いらっしゃいませ。いただいて。はい、また食べる。まだね、下にね、まだ残ってるんだけど、一部4つ7四7個持ってきました。なのでまだ3個しか食べてません。まだ3個しか食べてない。昨日めっちゃ食べたのに。おいしいね。よし。おっちゃんさん、また言われるんじゃ。もういいもん、もう慣れた。あ、また身長測りたいな。すごいね、めっちゃね、身長伸びたんね。で、また多分みんなに大きくなったねって言われるんですよ。大きいって。コンテネックスさん、マナミンの家のオーブン業務用？でかい？大きくないでしょ。電子レンジ兼オーブンなので。でもね、すごいいいんですよ。最初ね、オーブンの使い方、本当小学生の時に一人で初めて作ったんですけど、ママがいない時に作って、その時オーブンの使い方分かんなくて電子レンジで温めました、実は。そう、全部水分取ってって、めっちゃパッサパサになった記憶があります。あ、ハーフムーンさん、だるま100個かな。ありがとうございます。嬉しい。自動投稿なのかな。ありがとうございます。やった。羽さん、恋をするならマナミンだね。謎かけてますね、恋をするなら17歳に。ありがとうございます。恋をするマナミンか、なるほどね。
皆さんもそうして。よいしょ。うん、めっちゃいっぱいあるだるま。ありがとうございます。おちわさん、ハーフムーンさん、だるま、パチ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 、ありがとうございます。最初ね、初めてショールームの時ね、鉢がバーって並んでて、何これ、鉢鉢鉢鉢と思ったらパチパチでしたね。コンタレックスさん、電子レンジでアルミホイルやっちゃダメだよ、小学生ある。あ、そうなんだ。えー、知らなかった。へえー、でもね、最近怖くて、その普通のお皿でやるのが、なので電子レンジ OK のやつに毎回入れてやってます。あのクッキー作るときとか、あとマドレーヌ作るときはメレンゲ、あ、マドレーヌのときだけか、この間メレンゲを立てたんですけど、なんか少ない量だったから、あ、もうすぐ泡出すだろうと思って手でやったら、もう手死にました。もうこれからはね、なんだっけ、あの電動のね、かき混ぜるやつでやろうと思います。もう手ね、全然泡立たないのにね、もうすごいね、手が痛くなるんですよ。昔の人ってすごいなって感激してた人。うん、おっちゃんさん、アナミンに恋をするとまた怒られます。じゃあむちゃみゆに許可を得よう、許可を。今度特典会の時にね、あのちゃみゆに許可を得てから、あのいいですかって聞いてください。ファンタレックスさん、マナミ、圧力鍋料理やる？あれ、面白い。自分がやっても。私は、お菓子は作るんですけど、普通の料理は全く作りませんので、火を使えないんですよ、あんまり。苦手で。でも、うちの家は IH なんですよ、一応。でも、あんまりね、苦手なんですよ、作るの。だからね。そう、実はすっごい苦手なんですよね。圧力、あー、料理、普通のね、和食の料理とか作るの本当に苦手なんですよ。よっ、あそろそろね、コメントも落ち着いてきたので、順位をやっていきたいと思います。まずとべちゃんさん、ありがとうございます。12位、ひっさんさん、ありがとうございます。11位、あ、なんでやねんさん、ありがとうございます。イーグルさん、あ、ありがとうございます。9位、あ、ジームさん、ありがとうございます。8位、あ、コンタレックスさん、ありがとうございます。7位、あ、杉本さんですね、ありがとうございます。6位ママだから、4位、タカポンさん、ありがとうございます。5位、あ、逆になっちゃった。キティさん、ありがとうございます。4位、3位、ハーフムーンさん、ありがとうございます。2位、猫さん、ありがとうございます。1位、おーちゃんさん、ありがとうございます。よし。ハニさん、何事も経験することが大事。魂にはミハルミやってみよう。やだよ！電子レンジ壊れたらもうね、大変だよ。なんでやねんさん、公式サイト見たら、5時が、小学生か、小学生以下、ん？なんかあったのかな？あ、スクショタイムね、そう、この後にやろうと思ってたので、忘れてません。おちゃんさん、壇上見上げ、あ、壇上見上げっていうのか、順位じゃないの？順位だけどね。猫さん、あらら、間違えた、わら。杉本さん、はーい。おちゃんさん、あら、1位。そう、おっちゃんさん1位ですよ、おっちゃんさん。いや、今日いっぱいコメントしていただいてありがとうございます、宣伝まで。よし、それでは宿所タイムかな。なんでやねんさん、小学生以下は入場無料と書いてありました。あ、そういうことか、そういうことね、なるほど。一応ね、そしたらなんとか言っときます、ありがとうございます。ちょっと待って、髪の毛はちょっと本当に急いで溶かしたからボサボサなんですよ。よっ、それではスクショタイム行きたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。待って、これリボン直さなきゃ。あ、落ちた。
よし、オッケー。いきますよ。3、2、あ、1、じゃん。と、待って、照明が暗いかも。思ったんだから見返り美人やってみよう。暗い。はい、撮れましたか。そう、私こんな感じで毎回スクショタイムも行っております。はねさん、もっちゃんさん、おめでとうございます。はねさん、かわいすぎ、ありがとうございます。いやね、スクショタイムね、あの撮ったもの、もしよかったらツイッターなどにあげていただけたら嬉しいです。はい、あとね、ありがとうございましたって、またツイッターあげますのでよろしくお願いします。おっちゃんさん、はねさん、ありがとうございます。イエーイ。では24日の宣伝します。12月24日クリスマスイブに、東京アイドル劇場品川で、またイベントやります。またね、ツイッターにあげたいと思います。ちょっとね、詳しい時間忘れちゃった。3時半かな、3時半開演なので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いします。はあ、今日はね、見に来てくださりありがとうございます。今日はね、ちょっとまたこれね、おっちゃんさん、スクショしまくったのはみゆちゃんにはないしょ。これちゃんみゆ見てたらどうするねん。はい、今日は本当にありがとうございます。また来てください、皆さん。全部フォローしていただけたらね、やったらね、こう来るので通知が、もしよかったらよろしくお願いします。なんてね、今日ね、1500人の方に来ていただいたんですよ。ありがとうございます。また来ていただけたら嬉しいです。よし、それでは今日本当に終わろうかな。今日もね、たくさんコメントとか、初見さんもありがとうございます。すごい嬉しかったです。はねさん、楽しかったよ、またね、来るね、ありがとうございます。はねさんもたくさんコメントありがとうございます。はい、また近いうちにやりたいと思うので、また来てください。よろしくお願いします。よいしょ。それでは、また来てください。ありがとうございます。チョコパイ食べ過ぎないように気をつけます。じゃあね、ありがとうございます。あ、めっちゃ楽しかったよ、次の投票、ありがとうございます。楽しみにしててください。ありがとうございます。また来てください。バイバーイ。バイバーイ。まだ見に行かないで。ありがとうございます。バイバーイ。また来てください。バイバーイ。